つぶみ選手おめでとう。午前9時半時点の野市駅前です。沿道には桜井つぐみ選手を見ようと多くの方が集まっています。皆さん、今日はこんなにもたくさんの方が来るとも自分も思っていなくて、本当にお集まりいただきありがとうございます。またこれからも湖南市にもちょくちょく帰ってくるので、その際は本当によろしくお願いします。湖南市民栄誉賞を贈呈いたします。湖南市で初めてのオリンピック金メダリストとなった桜井選手。パレード終了後には湖南市民栄誉賞の贈呈式も行われました。桜井選手を育てた父雄二さんにも表彰状が贈られました。湖南市には、つぐみは小学校の頃練習場所がなくて、困っていた時にレスリングマットを、購入してくださり、練習環境も確保していただいて、そのおかげでつぐみの今があります。ここまでの道のりを振り返り、雄二さんは時折言葉を詰まらせていました。